2023年秋冬の値上げ速報をお伝えしていきたいなと思います。なんと 62% も値上がりしたらしいんですよ。残念ながら今年はラオウも値上がりします。泣く子も黙るアークテリクス、あれがねとんでもないぐらいもう買えないんです。はい、本日はですね2023年秋冬の値上げ速報をお伝えしていきたいなと思います。ということで、まあ値上げだけじゃなくてニュース、これ結構今から暑いんちゃいますかみたいなね、意外とユニクロからもあったりするので、まあ、秋冬ちょっと楽しみなありますよねっていうことでお伝えしていこうかなと思います。まずは皆さんの大嫌いな、そう、値上げからいきたいなと思います。値上げなんですけどね、先に言いましょう。ノースフェイスの値上げがずらりと出てきます。でここにあるやつが基本上がっちゃうっていうことで思っていただければ結構なんですけども、この動画がおそらくまだ出てないと思いますけども、8月1日からノースフェイスはもう値上げに入ります。でノースフェイスだけじゃなくてこちらナンガも値上げに入っております。でナンガに関しては今現時点で公表されてるのは寝袋とか寝具って言われてるんで、まあ、ダウンジャケットは入ってないんですけども、これ一応性能というか中身は一緒じゃないですか。羽毛布団と同じやつやから、まあ、羽毛布団が上がるってことはおそらくダウンも上がるんちゃうかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ダウンジャケットは分からないけど寝袋は8月1日から上げますという明記されてますので、まあ、そういうのが上がってくると。でそれ以外にやったらモンベルが実は2月1日から上がってた、皆さん知ってました？なんかこっそり知らん間に上がってるっていうね。あの消費税とかで上がるときすごい爆発的に上がったりとかして、おいみんなそれ反対や、選挙よっしゃもう言ったらええって言って、あの思想が皆さん出てくると思うんですけども、健康保険上がってる時って知らん間に毎年上がってるっていうね、あの状態。なんかモンベルも気づいたらあれ上がってたんっていう状態で2月1日に実は上がってたんですよ。でもっと言うならスノーピークも1月の11日に上がってたらしくて、へえスノーピークか、まあ俺キャンプせんから関係ないわって思うじゃないですか。実はねマックスでどれくらい上がったかっていうと、なんと 62% も値上がりしたらしいんですよ。一番高いやつはね、こう一番上がったなんていうか 62% 上がって、何上がったんていうと、まあそれも結局なんかキャンプのガスみたいな鉄のステンレスみたいなやつなんだけど、それが2万2000円ぐらいから3万5000円ぐらいでバーンと1万3000円ぐらい上がったらしいんですけど、まあそんなんがあったよというところもあるんですけど、やはり注目というとノースフェイスですよね。今年あのバルトロ動画でまた出そうと思ってますけども、なんとあのケルプタンを復活します。ただ皆さんにさっき言ってきますけど、ケルプタンを買うなっていう動画出しますので、そこはまた見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、このバルトロに関しても6万4900円というふうに今値段が出されてるんですが、おそらくねもう最初出た時って5万後半か6万いったかぐらいな感じだったんで、多分5000円ぐらい最初から考えるともう値上げされてて、昨年がね6万2700円っていうことなんで、まあ、昨年から考えるとだいたい2200円値上がりしたということになってるらしいです。まあ、それとケルプタンも出るし、またカラー情報とかもお伝えはしていくんですけども、なんでケルプタンを買うなっていうのは今ちょっとあの先出しておくと、ケルプタンって似合う人と似合わない人はっきり分かれるんですよ。で似合わない人はもうとことん似合わへんねんけども、見ててかっこいいのと着てかっこいいのって別じゃないですか。だからその辺のちょっとまた選ぶコツみたいなのもちょっとお伝えしていこうかなと思うんですけど、それ以外にあったらこのマウンテンジャケット、マウンテンジャケットも値上がりするらしいです。今が5万5000円、なんか昨年で値上がり皆さんがってした時に、このマウンテンジャケットはやっぱりラオウやから値上がりしてんかったんですよ。やっぱラオウはちゃいますねなんていう話してたんですけども、残念ながら今年はラオウも値上がりします。もうさすがのこの値上げブームにいくらラオウといえども勝てませんでした。というところで値上がりがしてくると、ちょっと値段の詳細については下にリンク貼ってるので、そこから気になる方見ていただければなと思いますけども、5万円から5万3000円になってます。だから税込みで言うとだいたい6万いかんぐらい、5万8000か9000円ぐらいになったということで、ノースフェイスで言うと今回ね92点値上がりしてるということで、値上げ幅は最大 15% なんで、まあそんなにべらぼうにねスノーピークみたいに上がってない感じはするんやけど、このビレイヤもバルトロと同じぐらい6万4000なんぼとかぐらいまで値上がりしてるので、あんま上がってないような気するんやけど、ノースフェイス毎年値上げしてるんですよ。ほぼほぼ去年も値上がりしてたし、一昨年ちょっと忘れたけども、まあ、値上がりしてるから2年3年前から考えると多分 30-40% ぐらい上がってんねんけども、去年と比べると 15% ぐらいっていう最大ね、いう風になってるということでありました。で他にもサザンクロスパーカーとかデナリジャケット、あのフリースもね値上げするとか、キャンプシェラショートも値上がりするとか、まあいろんなやつが値上がりするらしいですわ。キャンプシェラなんかは4万円台で売ってたんやけど、結局5万円ぐらいになったりとかして、まあこれも結局セレクトショップ行ったらせいぜい売ってるんですけどもね、そんなことがあるんですが、こっからですよ皆さん注目なの、今やノースフェイスを上回るぐらいもう買いたくても買えないブランドっていうの皆さんご存知ですよね。そう、あの泣く子も黙るアークテリクス、あれがねとんでもないぐらいもう買えないんですよ。ほんまに買いたくても買えないっていう状態、あの2018年ぐらいのノースフェイス見てるような状態、もう買いたくても買えないっていう状態で、今もうプレネプレネプレネになってるのがアークテリクスなんですよ。今アークテリクスなんですかっていう話なんですけども、なんでか知らんけどそうなんですよ。その勢いが凄まじくてね、大阪にもねアークテリクスの、まあ、日本最大級のね店舗がオープンするみたいです。ちなみにオープン日としては9月予定って書いてますので、今現時点ではまだはっきり明確にはなってないんですけど、まあ秋ぐらいから出てくるってことは秋冬物が出てきたりとか、もしかしたら限定品があるかもしれない、
ょっと分からへんねんけども、まあ、それぐらい勢いがもうぐんぐん右肩上がりに伸びてるっていうのがアウトドアの中で今アークテリクスが一番熱いんだと。でこれを僕が言ってしまったら、これ見てくれてる人がアーク熱いんや、じゃあアーク買おうってなってだったら、まあ、それはそれで今アーク好きな人には申し訳ないんやけども、まあ、それぐらいアークテリクス伸びてると、だから新店もガンガン来てるよというところが、まあ、ニュースにはなってるんですよ。でそれ以外にもね、大阪の方にはね、あのナンバパークスとかで4階にスポーツデポが入って新しくもっとでかいのができるとかっていうのが8月ぐらいにあったりとか、まあ、結構アウトドアのアイテムっていうのはまだまだ根強い人気なんだなっていうところはね思ったりはします。でそれ以外にやったらね、あの皆さん大好きユニクロっていう、柳井さん大好き状態っていうのがあると思うんですけど、ユニクロもね今年の冬にね750フィルパワーのダウンベストが出てるんですよ。これがなんと750っていうとヌプシより上なんですよ。ノースフェイスのヌプシとかバルトロより上の綿使ってんのにもかかわらず、なんと7000円とかでベストが出てるっていう、もうちょっと価格破壊みたいなことを柳井さんが起こし出したんですね。おいちょっと待ってくれよと、あのアウトドアでこれわしらこれ 15% 上げて必死や言うてヒーヒーで今年6万5000円やけど皆さんケルプダウン復活するので買ってねって言ってる時にですよ、ダウンベストで7000円出てるってことはこれ長袖バージョンも出るって、もう出てるんですよ。で値段まだ出てないやけど、おそらく僕の予想では1万5000円切るぐらいで出してくるんちゃうかなと思うんですよ。まあ750フィルパーのね1万5000円以下で出されたらもうナンガも負けてるわけなんですよ。これナンガも確か760フィルパーかなんかやから、もう圧倒的コスパがねどんどんユニクロから出てくるんじゃないかというところが、まあ、この冬注目にはなってるわけなんですよね。まあ、もっと細かいこと言うと、実はお詳しい方やったらフィルパーだけじゃなくて実は産地が大事やでとかね、あとそれともグースとダックで違いあるやんとか、ダックって言ったらちっちゃい水鳥やからもう綿がちっちゃいやんと、グースって言ったら大きいから綿がでかいから同じフィルパーでも質が全然ちゃうやんとかっていうのも、あの詳しい方はもちろん僕のチャンネルの視聴者さん分かってくれてると思うんですけど、まあ、フィルパーだけで見たらそんだけ750の7000台とか、まあベストはですけどね出してくるっていうのが、まあ、ユニクロ今回あるみたいなんで、まあこの秋冬もね皆さん楽しみですよね。僕もねそろそろ8月の終わりぐらいからね、あのエンジンかけていかんとあかんので、まあまだ今はねもうゆったりスローペースで週2回ぐらい撮影して、よしあとはもう好きにしようみたいな感じなんやけども、冬場になったら週5ぐらい撮影してバチバチしながら、ダウンジャケットはねとかってまたダウンおじさんが始まりますので皆さん見ていただければなということで、本日はですね、ノースフェイスであったりアークテリクス、まあいろんな新店とか値上げとかあと新作とかっていうのが出てきたんですけども、まあ皆さんそろそろ秋冬に向けて貯金をしていきましょうという話になっております。あのね、ちなみに1点だけ言うとね、実はダウンジャケットはいいんですけども、僕も今ダウンジャケットを作っております。なんとこれは985フィルパワーのを作ってるので多分よそいってません。だからもうマックスのもうちょっと頭一つ二つ飛び抜けたダウンジャケットを作ろうと思って、ダウンおじさんやからこそ作れるダウンジャケットっていうのをね作っていきたいなということで、サンプルから価格度外視作っておりますので皆さん楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、2023年のニュースをお伝えしてみたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。